おはようございます。神の巡礼最後の日は雨いいですね。最後にふさわしいですね。27キロ雨最後ね、気合い入れて歩いていきたいと思います。今現在は朝の6時半で気温は14度です。行きます。あ、なんか急に晴れてきましたよ。よし、やった。なんかね、森を歩いてたんですけど、出たらね、急に、あ、向こうはもうあれ霧がかかってるんですね。あ、そうなの。よし、じゃあこっからね、ちょっと雨が今降っていないうちにね、どんどん進みたいと思います。はい、また目の前が霧がかってますね。なんか森に入ると霧がかってんのかな、なんかそんな感じしますね。いや、歩き始めの頃はね、やっぱ1日の歩く距離ってね、そんな大したことないんですよ。20キロ30キロ1回だけ40キロ行ったことありますけど、でも地図で見たらね、もうほんとね、ビビてるもんなんですよね。だからサンティアゴまでのね、地図を見たらもうなんかすごい果てしなく、長いような感じがしたんですけれども、まあ、ただこれ遍路の時も一緒でしたけどね。実際まあ何事もなければ今日サンティアゴ、着く予定なんで、まあ、それで考えたらなんか結局こう一日一日はね、すごいちっちゃいんですけれども、なんかそれ続けてたらいつの間にかこうね、ゴールというか、はい、もう終わりが目前っていうのって、なんかこう人生で例えるとですね、なんか毎年の正月みたいな、お正月の時ってなんか、わあ、もうあれから1年経ったんかと思うじゃないですか。いつもそうじゃないですか。毎年大体そうですよ。でも1日1日で考えるとね、すごくビビたるもんなんですよね。365回寝ないと、お正月にはならないわけですよ。っていうのもね、含めてね、なんかこう人生の縮図みたいなもんなのかなというふうにちょっと感じております。よし、行くぞって言いましたけど、朝ごはん食べなね、その前にね、はい、勢いよと言ったけど、一応食べたのは食べたんですけど、バナナ1本ね、はい、泊まってたアルベルゲは特にこういうのなかったんで、バナナ1本だけ食べてきたんですけど、ちゃんと食べた方がいいですね。ということで、オレンジジュースとかもね、一緒に頼みました。さあ、これ食べて頑張ろう。昨日泊まってたアルベルゲでね、70歳の女性の方と同じ部屋だったんですけども、その方はですね、自分のお姉さんがもう亡くなってましてですね、でそのお姉さんが、今の自分の年だから70歳でしょうね、その時にスペイン巡礼をしたんだと、でそしてそのお姉さんの、まあ、軌跡をたどるというのもあって、今回スペイン巡礼歩いてるんですっていう女性の方だったんですよね。やっぱりこう、なんでスペイン巡礼歩いてるんですかっていう質問ってね、その人の人生を聞くことになるんですよね。でまあそういう話も聞いて、でまあ僕は僕でね、まあ、日本の遍路、ブッディストの仏教の巡礼があるんだよと、でそれをまあ言って、でそこでいろいろね、こう、ああこういう感じなんだなと思うところがあって、で教えてもらったからカミーノに来たんだよ、スペインに来たんだよみたいな話をして、で、次の日の朝ですね、同じ部屋で、Good morning って言って、で、最後、See you in Santiago って言ったんですよね。サンティアゴで会おうと、もう次サンティアゴですから。で、別れて、で、まだ朝の6時半でですね、結構真っ暗、まだ朝の6時半で結構暗い状態だったんですけども、もう雨がザーッと降る中ですね、お互い別々にね、出て行ったんですけども、2時間後、さっきのカフェで、再会しましたね。人生そんなもんですよ。全然サンティアゴ着く前にお出もうてるやん。カミーノといえばね、この道しるべですけども、20キロ切りましたね。 19.97、 はい、よし、ちょっと明るくなって、あれですね、人が増えてきましたね。朝6時半の段階はね、全然誰も歩いてなかったんですけども、まあ多分これも近づくにつれてね、だいぶ人がもうごった返してくるんじゃないかなと思います。まあ、いろんな国の人がいろんな道で、でも同じところをね、目指してますんで、ちょっと楽しみですね。はい、スペイン巡礼のね、最初の頃は広大な平野をひたすら歩く感じでしたけど、後半はもうずっとこんな感じですね。森の中をずっと歩くみたいな。だからなんかこのサンティアゴっていうね、めちゃくちゃ大きい町がね、あるのかなっていう思うぐらい、
なんかねギリギリ寝るまでちょっと分かんないですねこれ。今日はフィリップさんに会いました。愛媛の松山、松山松山に、そうね、奥さんが日本人で住んでるらしいです。でも四国の遍路は遍路 not walking いやさっき遍路行った方がええと思うけどなそう遍路すごいねもうねサンディエゴ近いんでみんなテンション高いですね。めちゃくちゃ知り合いに会いまくりますねやっぱ近いからでしょうね。今ねあと多分10キロぐらいだと思います。なんで、まあ2時間ちょっとで着くんじゃないかなと。で今時間がね11時です。なのでまあ向こうに多分1時ぐらいに着くのかなと。でただホテル取ってるんですけどチェックインが2時半からなんでまあまあ先にねまあ、ついてから、大聖堂見たりとか、事務所行ってねいろいろやったりとかしたらまあちょうどいいんじゃないかなと。でついでにちょっとカメラ屋さんでフィルムもね買おうかなと思ってます。まあ、なんやかんやだねやっぱり最後までこの緩やかなね微妙な下り坂をずっと登っていくっていうのね、やっぱ最後これなんですね。さあまだね、まあ、森というか林の中をずっと歩いてるんですが、はい、こういう大きいなんか工場っぽいのが出てきましたね。でこういうのを見るとあこう大都市に近づいてるのかなっていう感じがします。あと人はね、はい、もうすごい多いです。で後ろもですねもうゾンビだったらちょっとやばいぐらいの量いますさあ頑張りすぎてもと思ってね、ちょっとカフェに来ました。まあお腹もちょっと空いたんであと5キロです。はい、ハムとチーズのサンドイッチっていうのを頼んだんですけどもう当然のようにね生ハムですね。いやすごいですね。日本だったらなんかハムって言ったらね普通のハム出てきますけどね。でこの向かいにいる方も知り合いです。ちなみにはいヨーみたいなハワイヨーみたいな感じですね。でこっち側もう今いなくなりましたけどこっち側にも知り合いがいてでちょっと遠い席にも知り合いがいます本当にもう知り合いだらけですね。はい、ここのね小さな教会でもスタンプもらいました。人もたくさんいてはいあと 4.9 キロ、ほぼ5キロですね。よし、あ奥の方にすっごい大きな町が見えますね。あれ多分サンティアゴでしょう。さあ町に近づいてきましたね。さすがに感慨深いぞ。いやついに来たぞこれ。サンティアゴコンポステーラって書いてますね。はい、街に着きましたね。まあでもまだなんでねそれこそサンティアゴコンポステーラサンティアゴの大聖堂に行くまでが、巡礼ですから、もうちょっと中心部まで頑張って歩いていきたいと思います。